アナ、アナガールズは2010年10月7日から2011年3月31日まで中京テレビで放送されていたトークバラエティ番組である。放送時間は毎週木曜0時59分1時59分中京テレビ本社 B スタジオからの生放送を全22回2010年9月まで同時間帯で放送されていたアナアナ紹介の 後継番組である。穴ア穴ナアナ紹介で、メイン MC を務めていた鉄平が、がんの治療のために入院せざるを得なくなったことから、番組は一旦同タイトルでの放送を終了し、新 MC に、久保純子を、コーナー MC に、西野奏を迎えて大幅にリニューアルした。同タイトルへの解題以来、番組は、女子高生や、女子大生をターゲットにした企画を行うようになり、 スタジオセットもピンク色を基調とする新しいセットに差し替えられた。また、レギュラー人が着る衣装もアナアナ紹介時代のような半袖 T シャツではなく番組スポンサーのマエ A に出店中のギャル系セレクトショップが貸し出す衣料品になった。レギュラー人のうちの何人かはアナアナ紹介から引き続き出演していたが、鉄平と小原秀造が外れて久保純子と 本田さゆりが、レギュラー入りしたことから、女性メンバー中心の構成となった。結果、男性メンバーは継続出演者の水谷洋介ただ一人となった。また、同じく継続出演者のシ内美里、田岡と、子は、この番組では交互に出演するという形をとっていたが、田岡は2011年2月24日、放送文を持って、番組を卒業した。 SKE48 も引き続き出演していたが、この番組では、畑沢子が、レギュラーから外れ、彼女がいたポジションに毎回、SKE のメンバーの中から一人が、ゲストで入るという形に改められた。番組公式サイトでは、彼女たちレギュラー陣が生放送の終了直後に、収録した、反省会動画が公開されていた。なお、2011年1月6日、 放送文では、前年12月に退院したばかりの鉄平が、ゲスト出演して、テレビ復帰を果たしたが、その後も彼が、レギュラーに復帰することはなかった。スポンサーは前述のマ丸エと SKE のホームである、サンシャイン酒がついていたが、マエ英は2011年2月の決算期をもって、突然スポンサーを降りた。以来、番組は、 サンシャイン坂への一社提供で放送されるようになり、レギュラー人が着る衣装も、丸るえ出店ショップの衣料品ではなくなった。そして、番組は2011年春の改編を乗り越えられずに、終了した。最終回では、旧レギュラーメンバーの鉄平とおはらが、ゲスト出演し、継続出演者たちとの再度の共演を果たした。また、SKE のメンバーは通常は3人が、 出演していたが、この日は旗も含めて5人が出演した。ただし、中京テレビ大社を控えていた田岡は、この回においても出演しなかった。括弧内の肩書、所属はすべて出演当時のもの。トークコーナーのメンバー構成は、久保と本田が固定出演で、それに不定期出演者のしかないもしくは田岡が、加わるという形が多かったが、 2010年10月28日放送分のみ、例外的に、久保、しかない、田岡というメンバー構成で行われた。ありがとうございます。